えーとそれではですねあの今日の確率論のお話を始めたいと思います。で前回はあの、えー、と分布関数の話それからその前に、えー、と確率変数のお話をいたしました。で、まあ、確率変数っていうのはいろんな値を取り得るものであるけれども実際にどの値を取るのかということは明確にはあの予測、ままあ、ぴったりと予測をしてそれを当て言い当てることはできないと。 まあそういうようなものでありましたけれどもで、で確率変数の例といたしましては、われわれのこの講義では、ですねと飛びと飛びの値を取る確率変数、すなわち離散型の確率変数、それともう一つ、連続型の確率変数というもの、これを扱うということにいたしております。今日はですねその 離散型の確率変数の具体的な事例をいくつかお話をしたいとでそれが終わってからあの連続型の確率変数のお話をしようと、まあ、こんなふうに思っていますですからまあ予定としましてはこの5時間目に離散、ね、型の確率変数のエグザンプルをやって6時間目に連続型の確率変数の話をすると、まあ、そのようなペースで進めていきたいと思います。 でまあ今日ちょっとあのページ数としては多いように見えますがまあなんとかあの、えー、大丈夫でしょうでは、えー、と早速話をしたいと思います、えー、と今日お話をするのはまず、えーとえー、と43ページからですね のあのベルヌイ型の確率変数というところからお話をしたいと思います。であのまあ、復習ですけれども41ページをご覧いただきますと、まあ、確率変数が離散型の値と、まあ、飛びと飛びの値を取る。 確率変数というのは前にお話をしましたけれども、えー、とこのランダムバリアブル RV でえと表記をいたします。でこの確率変数というのは、まあ、ここで例えば x というふうに書きますとそれはとびとびの値を取ります。でその例えば代表的なものを、えー、とこの i 番目の,あのこの i というサフィックスを、まあ、あのサブスクリプトをつけますけれども。で この x が xi という値を取る確率がいくらであるかとまあそういうような形ですねそれを簡単にはこういうふうな表現で書いたりはいたしますでこの小文字の t で書かれているこれをプロバビリティ・マス・ファンクションという名前で呼ぶというお話はいたしましたでこのマス・ファンクションの性質といたしましては この特定の値を取るというところだけで、えーのまあえー、とゼロで必ずしもゼロ,ではないゼロではない値を取りますけれども、えーまあ、それだけではなくて大事な性質としてはこの xi でこの x がです、ね、取りうる値全てに対してこれを全部このマスファンクションの値を足し合わせるとこれは必ず1になるとこういうようなあの性質がありました。 で今日はですねこれのエグザンプルをあのいくつか話をしていこうというふうに思っています。それで43ページの「ベルヌイ型の確率変数」これが、えー、と最も、えー、簡単なものでありますけれどもこれは、えー、と0か1しか取らない。 つまり2つの値しか取らないで2つの値のどちらか1個だけを <laughs> 取るというものですが例えばこれは0と 1, 1> まあこういうふうに書いたといたします。でこれを何をもって0にするのかっていうのは適当に考えてもよろしいと思いますが、えー、例えばですねこれどちらにした方がいいかなこれ反対の方が良かったかもしれませんね。あの 一とゼロこういうふうにしましょうか。で例えば一というのはえっ、ー、とコインを投げた時、えー、ときにえっと表が出るこれは一つのあの、えー、まあベルヌイ型の確率変数で一を取らせるまあこういうふうな意味を。えー 与えることが多いわけですが、で、このゼロになりますと、例えば、コインを投げたときに。えっ、ー、と、裏が出る。まあ、こんなふうに、あの、まあ、モデルとして表現することがあります。で、この一とゼロは、別にコインの表裏だけではなくて、もっと他にも。いろんな意味を、えっ、ー、と、与えることができます。例えばですね。えっ、ー、と、ロケットを打ち上げますと。で、打ち上げが成功するというのを一。 で失敗するというのをゼロというふうに割り当てることもできますである何、えー、かに、えー、システムを考えましょうとでそのシステムが生きてるのかもうあの、えー、と故障しているのかっていうのを、えー、例えば確かめたいで実際に見に行った時にでそれが生きてるということが分かったでそういう時は、えー、この1であるとでつまりこの x というのはシステムの状態を表します状態が1だというのはまだ生きてると。 でゼロというのはもはや動いていない故障していると、まあ、そういうような表し方をすることもできます。で実際にですねそういう時に問題になるのは例えばロケットを打ち上げたときにすでに失敗してしまったというようなことを議論するのではなくてこれから打ち上げようとするときにその打ち上げが成功する確率はいくらかとだから、まあ、先ほどお話をしたように、まあ、これだけじゃなくて打ち上げ。 これが打ち上げは失敗だといたしますとロケットが今から打ち上げようとするロケットが打ち上げが成功する確率はいくらかでこれはですね x が1であるという確率、まあ、こんなふうな表現をすると、まあ、いうことになります。 まあこれはえとよろしいかと思います。で、すなわちで、この失敗する確率の方は、こういうものであるというお話ですね。で、これ非常にあの簡単なものなのですけれども、今日お話をする中で、これはかなりあの、えー、とベースになって話が進んでいくものになっています。でこのまあ、今の このベルヌイ型の確率変数に関してはこれだけのお話ですけれどもで早速ですねベルヌイ型の確率変数を応用したものというのはこういうものがあります。えっと二項型の確率変数と呼ばれているものです。これもやはり43ページにありますけれどもこれはですねこんなふうな表現がされるものです。 x は、えー、とやはりとびとびの値を取るのですけれども例えば x が i という値を取る確率はこんなふうに書かれる。えっとこれで i は0から n までの えとどういうふうな値であっても構わないのですけども、まあ、こんなふうなモデルで表現されるこれを二項型のこういうふうな性質を持っている X のことを二項型の確率変数という言い方をしています。でところでこの記号は皆さんご存知ですよね。えー、と n と i をあの縦に並べてそれをの括弧で結んでいるものですけどこれをご存知だと思いますが、えー、いろんな 書き方がありますが実際にこれはえっ、ー、と、この書き方で馴染んでいる人が多いかもしれませんあ、これ見えないかなこれでちょっと邪魔ですかね、えー、こっちに書きましょうかこういう記号で馴染んでいる人がおられるかもしれませんがやっていることは ここういういとですね、えーと。n 個の中から、えー、i 個のものを、えー、取り出すのにど,どれぐらいの、えー、場合の数があるのかということをああの表現するものです、まあ。これはよろしいですね。n の解乗を i の解乗と n-i の解乗で n の積で割ったもの。でただし解、えー、乗というのは私自分の、えー、癖でこれを ええとファクタリアルという n n のファクトリアルというような言い方をすると思いますので、それはちょっと気をつけておいていただければと思っています。で、これのええと背景にどんなモデルがあるのかというのはおわかりでしょうか。で、ここで p というのがありますけども、実はこれはですね、背景はこちらにあるものです。コインを投げたときに表が出たら、その時に一を取ると。 で裏が出たらゼロを取ると、といったようなまあベルヌイ型のあの確率変数がその背後にあります。で、そうするとここに書かれたものは、えー、結局ですね、n 個あの n 個の中であ n 回コインを投げたときに i 回表が出て残りの n マイナス i 回が裏が出ると、そういう確率はいくらかと。 というモデルになっているというのは、えー、と読み取ることができますか ?1 回ずつコインを投げたときに表が出る確率が P ですと。で裏が出る確率が1 p ですと。でそうすると P の愛情というのは表が相変回出たと。表が相変回出る確率を表してますね。で1 p というのが、えー、と裏が出るわけですから。 1−p の n ス i 乗でこの n−i 階裏が出ているという形になります。でただしこのまあこういうふうにずっとあのやっていくわけですがこれ1回目2回目3回目というふうにしてここに n 回目というのがあります。例えばこの中で3回だけ表が出て残りは全部裏が出る。 といいう、えー、ケースというのを例ええば考えていただきましょうとでそうすると例えば <laughs> 3回ですから、えー、と初めの3回だけ、えー、表が出てあと全部裏が出ると,というのだって構いませんね。でこの3回表が出る確率はというとこの表が出る1回、えー、表が出る確率が P ですから P×P×P だと。でそれで P の3乗というのが出てきます。 で残りは全部裏が出る必要がありますので 1−p の n−3 乗こういう形になりますところが3回表が出るというのは必ずしもこのケースだけではないとで当然他のケースだってあり得ますねで今のこれとは全く別で例えばこの辺とこの辺とそれからこの辺この3回が表であってあと全部裏が出るという可能性もありますで ただしこの3階の表というのは p の3乗であることには違いないと。で残りがえっと裏,前裏が出るというのは1枚の p の n まで3乗であるということもこれも間違いないと。でそうするとですねこのような値を持つのは他にもいろいろあるだろうと。で一体これが何通りあり得るのかこれは何回これ同じ式が出てくるのかっていうのを考えた時にこの n 個の場所のうちで。 表が出る3回3個の場所を選んでくださいと、それが n 個の中から3回選ぶとこういう形になります。ですからこの確率の値に対してこの表が3回出るケースというのは全部でこれだけの場合の数がありますのでこれをこの回数分だけ全部足し合わせてくださいと、というのが出てくると。 でこれがこのモデルです。よろしいでしょうか。よろしいですね。<laughs> まああのこういうふうな、えー、とベルヌイ型の <laughs>、えー、確率変数のモデルがあ,がありますけれども、実はこれはですね、えー、っと <laughs> 非常に簡単なモデルではありますけれども、実は我々のあのまああのいろんなところで。 活躍してくれるあのモデルの一つになっています。で具体的にご覧いただきましょうか。えっ、ー、と四十四ページの問いの五というのを見てください。でこれ <laughs> 読んでみますけど煙検知センサーが三個あります。 で煙検知センサー3個によって構成されている火災警報システムがあったといたしますと。で3個のセンサーのうち2個以上が煙を検知した時に火災警報を発するようにロジックが組まれていますと。でこのようなものを、えー、と3つのうちの2つ以上がイエスといえば全体としてはイエスという結論を出すとこういうような多数決の論理を組んでいるものこれをですね えと今のケースだと2アウト3のえーと多数決冗長計といいいう言い方をいたしますでただしまあ多数決とっているのであまり誤りは起こりにくいわけなのですが残念ながらあの火災でもないのに煙があるというふうにまあセンサーがまあ誤って判断する確率がある以上多数決の上長形を組んでいてもやはり全体として誤ってしまう可能性はありますと。 まあそういうよういよなことですでこういうふうなケースの中で考えた時に火災でもないのに煙があるとセンサーが誤って判断する確率を P としましょうと。でそうすると不必要な火災警報が発生される確率はいくらでしょうかと、まあ、こういうような問題が出てくるわけです。で我々はです、ね、実は実こういうい類の 多数結上調系を使ったセンサーというのは、まあ、いろんなところで使っているわけですけどもどういうふうな多数決上調系にすればよいのかあるいは多数決上調系ではない他の形態だったらその辺はどういうふうになるのかということを議論する領域があります。いずれ皆さんは例えば大学院などでシステム信頼性の話を、まあ、勉強されることがあるかもしれません。 でまあ、そういう時の、えー、と基本的なモデルというのが今お話をしようとしている、まあ、二項型の、えー、確率変数であると。で今の問い5でしたよね。でこれをですね、えー、ともう少し具体的にあのここで、えー、お話をしておきたいと思います。でこの問題にあります,ありますように火災でもないのに煙があると。 まあセンサーが誤って判断する確率、これを P とすると。というのは。まあ式で書いてみましょうと。で。火災でもないのに、火災だというふうに、そのセンサーが判断する。で、そのセンサーの判断は、ここではですねそのセンサーが喋ってるというような。まあ、意味を込めてですね、この。 喋ってるカ括弧をつけて表現しておきます。これはセンサーの判断です。で、実際にはどういうふうな状況であるのかっておる。これは火災は起こっていない。火災は起こっていないという条件の下で、そのセンサーはいや火災は起こってますというふうなあの誤った判断をする。 これを P といいううふうに表現していますここで条件付き確率を使ってますけどよろしいですねこれ火災が起こっていないというときに火災が起こってますというふうに誤った判断を下しているとこういうような表現のときにこの条件付き確率を使います。でさてそれでですね今ここで考えようとしている多数決上長形といいますのはこういうものですね。 システム全体として例えばこの部屋に火災警報のシステムがついていますけれども、えー、例えばどういうことが起こり得るかというと、まあ、こういうことです。まあ、例えば、えー、と我々の大学の中では、えー、火災警報が鳴ったら一応けたたましいベルが鳴ります。でただし、えー、あるところはです、ねあのまあ、いろんなところがありますけれども火災警報でけたたましいベルが鳴ると直ちにスプリンクラーが 作動してですね、そこにバッと水がえっ、ー、と撒かれる、そういうふうなシステムになっているところもあります。で、実は海外のある大学でですね、火災警報装置が誤作動しました。火災でもないのに火災警報が鳴りました。で、そこでスプリンクラーがあの作動したんですけど、実はそれは図書館だったと、大学の図書館だったと。で、その誤作動したスプリンクラーが放出した水のおかげで、かなりの本がダメになってしまった。 とという事例がずっと前にありましたですからまああ,のあまり火災警報がですね、えー、火災でもないのに、えー、っと火災だって言って、まあ、叫ばれるというのは実はあまりありがたくないですからで我々としては警報装置を作るときにはそういうふうな人騒がさのようなことがないように、えー、システムというのはうまく構成したいとでそういう時にどういうふうなロジックであの判断しようとするのがよいのかっていう議論をすることがある で、それが今、お話をしようとしているものです。で。えっと。で、火災警報がなると。で、その火災警報がなるようなロジックは、どんなふうにしているのか。これを、こういうふうな、あの、論理回路など、ご存知の方は。 まあこういう記号を見たときにあ今から何を書こうとしているのかってお分かりだろうと思いますがこれは実は、OR、の記号ですねでここに、まあ、こんなふうなものを書きましてでここにですねセンサー1これがえっ、ー、と煙を検知。 まあこういうようなものに書いておきましょうと。で二つ目はこれセンサーの二です。なんかちょっといびつになりますが。で当然こちらの方にも、えー、同じように来ます。 でこの今議論しようとしているのは3つのセンサーのうちで2つ以上が煙がありますというふうに言ったら火災警報が出るこういった類のシステムを作ろうとしているわけですねですからそういう意味ではこれは単純なオアではあっては困る今もしこれをオアにするとですねどういうことになるのかというとセンサー1が煙がありますというふうに言っただけでこ,のこちらの方はえっと アウトトプットを出してしてままいますですからそういうふうにならないものな,ならない類の、えー、とものであるということを示すためにここは3分の2のロジックを、えー、組んで,いるとですから3つのうちの2つ以上がイエスといえばイエスとはというふうな、えー、こういうふうなシステムを組んでいるというのを例えば図ではこういうふうな書き方をしています。まあ、これは信頼、えー、性の方で、えー、と使っているまあ記号ではあります。 でまあ、こういうふうなモデルを頭,に背景にあ頭の背景に、えーとえー、と描いていただければよろしいかと思います。でそうすると火災警報が出るつまり火災でもないときに火災警報が出る確率はいくらであるかというのはこんなようにして計算することができます。で火災あまあいいか 火災警報が出るでただしその条件は火災は起こっていないと。でこの時は3分の2のロジックを使っていますのでまずこの3つのうちからどれか2つが煙がありますというふうに言うと。で どれか2つがです、ねえー、煙があるというふうに言うわけですからこの火災が起こっていないときに火災がありますというなあ違うな、これ煙のほうがいいですね。火災が何も起こっていないときに今、煙がありますと,というようなことをもうこれ煙センサーだというふうにいたしましょう。でそうすると 火災が起こっていない時に火災警報が出るために一、えー、つのタイプとしては3つのうちの2つが煙があるというふうに言ってくると。でそれはこの2つのセンサーがですね、えー、と煙をご検知しているというわけですからそれは P の2乗です。でそうするともう一つは煙はないというふうに判断しているわけですからその1マイナス P というのが火災が起こっていないときに。 煙は検知していないという、まあ、正常な判断するものこれが一つあるはずです。でこの前に、えー、と3つのうちからどの2つが誤って煙を検知しているのかというこの、えー、数,数が出てきます。よよろしいいですよねでその次は3つととも、えー、煙があるううふうに 誤って判断してしまうとこのシステムはだめになりますよねですから P の3乗3つとも全部え嘘をついてくれたとでこういう類の話ですこれがあのこの問いの五で言っているものですで実際にこれを計算しますとえっと3倍の P の2乗の1マイナス P プラス P の3乗 ですからちょっとこの行に書いてしまいますけど実際これ計算すれば、えー、と3倍の p の2乗マイナス、えー、とこれですよねこれから2倍の p の3乗を引けばよいというこういうふうな話になってきます。でちなみにですねこれはあの今日はこれ以上はやりませんけれども今3分の2のロジックを使っています。 でもこの3分の2を書き込む前に1個だけでも煙を検知したらこの火災警報を出すというようなデザインもできますあるいは今のように3分の2がえっと煙を検知したら火災,を出すと火災警報を出すということもできます。でもしもここをオアゲートではなくてアンドゲートにしてしまおうと思ったら3つとも煙が出ているというふうに言って 来た時に初めて火災警報を出すということにすることはもちろん可能です。その時はまあ三分の三のロジックだというふうに言っていただいてもいいし。それは具体的にはアンドゲートと同じものになります。まあ、そういう,ようなことになる,なるわけですが。このもしもですね、火災警報を出し損ねてしまったら。どんなダメージが出てくるのか。あるいは火災警報は出ても。 誤って出てもどの程度のダメージで食い止めることができるのかということによってここの論理の多数決の論理をですねどんなふうにするのが我々としては合理的かとまあそういうような問題があの信頼性の方ではえと議論されるということになりますまあいずれにしましてもその背景にあるのがこういった類の,あの二項型の確率変数のモデルですこれよろしいでしょうか でまあ、この警報システムだけではなくてあの航空機の領域でも実は同じような例は考えることができます。でそれを一つだけご紹介しておきましょうこの問いの6を見てください、えー、とエアバスの A380 という飛行機があります。 えこれはです、ね、あの最近、あのものすごく大きなあの総2階建ての,あの、えー、と飛行機ですから、これ、ご存知ですよね、知りません、あの本当にこんな太ったものが、えー、と飛ぶのかと思う,思うぐらいの、えー、とずんぐりとした、えー、と飛行機でありますけれども、周りの、えー、とものと比べるとあまりにも大きいというので、あのかなり印象的になります。日本にも えー、もちろん飛んできていますのでまあそれはどうでもいいとしてあのこの A380 のような飛行機だとですね、まあ、左右の主翼に2つずつエンジンが積まれていますであの4つのエンジンを持っている、まあ、4発機と言われているまあ飛行機です。でここでですね一つ、えー、と簡単なケースをちょっと調べてみましょうと。でその 2つ以上のエンジンが正常でありさえすれば、まあ、飛行の安全には何ら支障がないというふうに考えるならばその 4, 4発機がですね無事に飛行を終えて帰ってくる確率はいくらかと。でただし飛行中にま故障が発生しない確率はどのエンジンについても P であると。で各エンジンの故障は独立であるというふうに仮定しましょうと,というお話です。 まあこういうふうなものですね。ですから例えばこの内側のこれ実際には1番2番3番4番というふうなあの左側の主翼の外側からエンジンの番号というのは呼ぶということになってますので2番エンジンと3番エンジンだけ生きていてくれれば、えー、これは飛行機は えーとちゃんと無事あの飛行を終えることができるとあるいは当然2番と4番でも大丈夫ともちろん2つ以上であるので1番と2番と3番が生きているという状況でももちろん構わないと要するに困るのは1個になってしまった場合は困ると、まあ、そういうようなお話ですね。で実際にですね4発切りであれば2つのエンジンが生きておれば大丈夫。 というのは、えー、とごく、まあ、これはごく常識的な、えー、形になります。ですから、まあ、そういうの、えー、状況を、えー、例えば考えてみましょうと。でそれでエンジンがですね、えー、故障しない確率、この P というのは、あえー、そこに書いてあこっちか、えー、と置きましたように、飛行中に、えーえー、故障が発生しない。 そういう確率です。これはえっと、それぞれの一個の特定の一個のエンジンですよ。えっと、一個のエンジンで。 そのエンジンが飛行中例えば10時間あるいは11時間あの飛んでいる間に、えー、っと故障はしないといとう確率で,すでそうしますと,、えー、っと無事にフライトを終えてくる確率これを考えることができますが。 えと2つ以上のエンジンが、えー、と生きておればよいということですから、まあ、非常に簡単に考えていますと2つのエンジンが生きていますとで残りの2つはどこかでだめ、えー、になってしまいましたというケースそれと3つのエンジンが生きていますとで1個だけどこかでだめになってしまいましたとでさらに、えー、と4つのエンジンが てて生きいいまますすという可能性この3つのつパターンがありますよねただしこれは4つのうちのどの2つのエンジンが故障するのかということを何通りありえるかということを考えないといけません。そうすると4つのうちからどの2つであるのかというのを選ぶことができる。 まあこの個数だけこの p の2 × 1二乗というのを個数その分だけ足していかないといけない。でこの3つ正常であるですからどれが正常であるエンジンなのかということを考えるということが必要になりますね。実際にはこれ故障しているものを数え上げるのと同じですけれどもでこちらは4個ですから全部。 生きているっていうのは一通りしかないと、まあ、こういうような話です。あとはもうこれを、えー、っと展開していただければよろしいわけですが、まあ実際にあの後で確認していただければこんなものが出てくると思います。 もちろんですね、えー、とこれは <coughs>、えー、と多項式にもっとバラバラに展開してしまってべき、えー、が大きくなっていく順あるいはべきが小さくなっていく順に、まあ、いわゆる典型的な多項式として表現するということはできますけど、まあ、そこれをやってしまうとなんかそういうここからですねその多項式のところに持ってくる段階であのつまらないあの、まあ、ミスをするというのが えと起こり得ますでそんなところまではあの興味持っていただかなくても構いませんですからこういうふうな考え方のところだけさてそれで,、えーとですね、何回か前になりますけどもこの4つのエンジンを持っている飛行機のえあの、まあ、があってそれが火山灰が漂っている中に、えー、突っ込んでしまいましたと。 でそのうちにですね、えー、とエンジンがと四つとも全部ダメになってしまうと、というケースがあるというようなお話をいたしました。でそれはこのモデルでは、えー、と表現されていません。お分かりですよね。これは四つのエンジンはそれぞれ独立であるという過程があるので、このたれば二つが生きていてっていうのは P の二乗で二つは どこかであの故障してしまってというのは一枚のスピの二乗という形になっています。だけど先ほどお話しをまあした火山灰の中に入ってしまったケースだと一つがダメになったら他のものもダメになる可能性は非常に高い。ですから一個ダメになったということななると他のものも一挙にダメになる可能性がある。ですからこれは一個ダメになっても他のものがダメになるということは必ずしもと我々心配する必要はない。 それぞれぞが独立なので,、えー、ですからその独立であるという過程のもとに、えー、これは成立しているモデルであるということは、まああのえー、っと認識をしておいていただきたいと思います。ですからその分、えー、そ,のそ,のそれに該当する文章がありますね「各エンジンの故障は独立である」と仮定すると、まあ、そういうふうに書いていますけれどもこの過程がないとちょっと困ったことになります。でまあ、あのもし興味のある人は 火山灰がもしあったとするとこのモデルはどんなふうになるのかっていうのをどういうふうに拡張できるだろうかというのを考えてみていただいてもいいかと思います。まあ一つのヒントはですね例えば火山灰の中に入ったら一つがダメになったときに全部ダメになると火山灰の中に入れば全てエンジンはダメになるとというようなモデルにしていただいてももちろん構いませんけどもでそうするとえっ、ー、と 具体的に書きませんけれども、えー、自分でちょっと考えてみていただければと思いますがそれはですねできるはずですで今のことであの分かった人いるかな全確率の公式を使えば、えー、っとこの火山灰がある場合と火山灰がない場合に分けることができると。でそうすると火山灰がなければこのケースだし。 火山灰があれば一挙にに全部ダメになるとそういうような簡単なモデルで表現することができるというのは想像していただけると思います。さてそれで問いの6の2番これは宿題にしておきたいと思いますので次回までにやってみてください。で簡単に説明しておきます。ももしも左右のの主翼の各々に 少なくとも1機以上の正常なエンジンがないと飛行の安全が確保できないと、まあ、こういった類の4発機であったならばその4発機が無事に飛行を終える確率はいくらかと、まあ、こういうようなお話になります。これはちょっとやってみて頂ければよろしいと思います。でこれに対してもまあいろんなやり方があると思いますけれどもそのそれぞれの主翼にですね 少なくとも1機以上のエンジン、まあ、正常なエンジンがなければならないというのをどうやって表現するのかっていうのはよくちょっとよく考えてくださいね。で、まあ、これ一つのヒントですけども、えー、っともしもですねある確率例えば、えーっとまあ、大文字でもいいやこれを計算したい。 ただしこれを計算しようとするとその場合をですねいろいろ調べてみると非常に厄介な計算しにくいものであるという場合にはこれを計算する代わりに1マイナス P のえーとアスタリスクこれを計算すると。でこれを計算してまあ計算した後 P のこれを計算するとつまり1から引けばいいわけですよね。 こういうやり方をすることがあります。で、実はこの、えー、と今の宿題はそれに該当します。で、どういう意味なのかというのは皆さん後で実際に、えー、とやってみてください。何のために私はこの話をしたのかというのはその時に、えー、と分かると思います。で、後であのまあその楽しみにやってみてください。で、ちなみにですね、これはまたさらにいろんな、えー、とバリエーションがありまして、これ四つの えとエンジンジを持っている飛行機ですねで4つのエンジンを持っている飛行機でそれぞれのエンジンが、えー、とフライト中にですねエンジン故障が起こらない確率っていうのを P で表しています。でその時に全く同じ性質を持っているエンジンを積んだ2つのエンジンで飛ぶ飛行機を作るということはもちろん可能です。でそういう時にこちらのタイプの飛行機を作った方が えと無事に帰ってくる確率が高いかあるいはこちらを作った方が無事に帰ってくる確率が高いかっていうのは P の値によって決まるはずだと変わるはずだと P が大きければどちら, <coughs> どちらで P が小さければどちらというのが出てくるはずだと。でそうしますと、まあ、我々はですね、えー、とエンジンは開発するだけの、えー、つもりはないと既存のエンジンを使うと。 ただし機体をですね送発機にするのか4発機にするのかそれを決めることはできるとどちらにしようかという時にエンジンのえと今我々が使ってもいいよって言われてるエンジンのこのえと故障しない確率を知っておればどちらにする,するのがよいのかということを決めることはできるとまあこういうようなところでもあのえと同じような議論 えまあ二項型の確率変数を使った議論というのはえと可能です。まああのこういうようなところもえアプリケーションとしてあるというのはえとちょっとお知らせをしておきます。えー、さてその次です。四十四ページのえーと下の方下から四行目のところをご覧いただきますと、今度は幾何学型のえ確率変数というのがあります。でそれをやってみましょう。 これはこんな待遇の、えー、とモデルです。X が、えー、i であるという確率は1マイナス p の i 番のスイッチをかける p。えっ、ー、と反対かな。あこれでいいんですね。こういうふうな <laughs> えと整数を持っている x これは幾何学型の確率変数という言い方をします。 これどんなモデルを想像すればよいかっていうのはお分かりですねえー、とねこれあの P あるいはあの、まあ、P はあの先ほどの P と1枚のスピ P というのは元のベルノイ型の確率変数のイメージを思い出してくださいで例えばですね P というもので表が出る確率で1枚のス P で裏が出る確率というふうなことを想像しておいてくださいでそうすると 1−p の i ス1乗かける p というのはどういう状況でしょうかと。これは、えー、っとコインを投げますで最初の i ス1回裏が出ますとでその次に初めて表が出るとまあそういう時の確率を表してますね。ですからこの幾何学型の確率変数というのは 初めてある特定の現象が起こる確率を表現するという時にこのモデルが使われます。であの45ページをご覧いただきますとあまり素晴らしいエグザンプルではないのですが、えーっとまあ、コインを投げるというものだけであったらあま,あまり面白くないと思って、えー、っと書いておきましたけども例えばある特,、まあ、特別番組がテレビで放映されています。 でただ、どのチャンネルで放,映され、まあ、放送されているのか私、全然知らないと、なんかその番組が放送されているということだけが分かっていると、それでですね、そのまあリモコンのチャンネルで、ランダムにあのチャンネルの番号をまあ入力するといたしましたと、でそうすると、実際に目指す番組にえ到達するのは一体何回目ぐらいでしょうかと、何回目に到達するのは確率はいくらぐらいでしょうかと、こういうのをえまあ議論しようとするとき。 あるいはこの2つ目の例はです、ね、何回か前にこれ非常にちょっと変わった人の講義の話をいたしましたが講義が終わってもです、ね、それぞれの人はそう簡単に返してはもらえないとでサイコロを振ってです、ね、いつの目が出るまでは教室は出てはいけませんとそれでしかも1回のサイコロを振ってから次のサイコロを振るまでに10分間待ってくださいと。 でそういうことになりますと,、まあえー、と講義が終わってからですね無事にその部屋を出るまでにかかる時間というのは一体どれぐらいなんだろうかと,というような一体何回目にようやく1が出るんだろうかというようなことを、まあ、考える必要があります。で実際にです、ねえー、というふうなことをやりますけども、えー、と帰れるまでににこの部屋に講義が終わってから 何とどまらないといけないのかとあの平均値あるいは期待値というのを計算してみましょうと、まあ、そういうような、えー、モデルとして、まあ、あのこれを、えー、改めてあの後にお話をするということに、えー、したいと思っています。まあ、こういういな、えー、形ですすがあの、まあ、よろしいいかと思いますで、まあ、典型的な例として、まああのまあ、問いの7番というのを、えー、と見ていただければよろしいと思いますが、まあ、箱の中にですね えーとまあ、赤いボールと白いボールが入ってますと。で、まあ、白いボールがありますけどこれが全部で N 個入っています。で赤いボールこれ全部で M 個入っていますと。でこれがですね一、まあ、つの箱の中に入っているわけです。でこの中から、えー、と <laughs> ボールを取り出すんですけども。 1>, 1個取り出して色を見たらでそうすると N 回目に初めて赤のボールが出る確率はいくらかというのを例えばこんな風にして考えることができます。で N 回目に初めて赤が出るということなのですが今ここはですね 1>, 1回ボールを引いたときにそれが赤である確率はいくらかというのをまず、えー、明らかにしておきましょう。全体で n、M、個のボほうが,がいいかな、まあ、どっちでもいいですね。N+N、まあ、個のボールが入っていましてでその中で M 個が赤,あの、えー、と赤ですから、まあ、これが、まあ、こういうことですね。で当然1マイナス P というのが、えー、と白です。 でこれは m プラス n 分のえっと n という形になります。でそうしますとえー、っと n 回目に初めて赤が出るというのは最初の n マイナス1回は白が出る必要があるとで。 マイナスこれが白 n-1 回出るで最後に n 回目に赤が出るこういう確率ということになりますでまあ実際にはあとこれをこの中に、えー、と放り込んでいただければあのこの問題は、まあ、できてしまいますよね、まあ、これも、えー、とよろしいかと思いますそれでその次 <laughs> 2番目 えーまあ、考えておきましょうねで、まあ、あのこれを代入した形は書きませんけど、まあいいかと思います。で初めて、えー、と赤いボールが出るまでに少なくとも警戒を要する確率というのは、えー、と求めることができますかと。で、えー、と少なくとも警戒ですので、えー、1−P で白が出ますがそれが。 K マイナス1回、えっ、ー、と白がずっとあの続けて出て、で警戒目に初めて赤が出るこれ OK ですね。その次は、えっ、ー、と警戒表てあのえっ、ー、と失礼、警戒白が出て、で K プラス1回目に初めて赤が出る、これもよろしいですね。ですから一番少ない投げる回数はここなんですね。K マイナス1回 えー、白が出て、一、えー、回赤が出る、つまり全体で警戒投げていますあ。ボールを取って、取り出していますで。これが一番少ないんですけども、えー、とあとは一回ずつあのボールを引く回数が増えていきます。ですから、こんなふうな形で、えー、とどんどんと式がつながっていきます。まあ、これもよろしいでしょう。大丈夫ですね。でそうすると、えー、これの。 計算しようとするとこれは 1−p の k−1 乗をかける ×p で全体を整理してしまうくくってしまうことができてこれは 1+1−p+1−p の2乗プラス点点点、まあこんなふうな形になります。つまりこの括弧の中に入ってくるのは級数ですけれどもこれは等比級数が出てきます。 で、えっ、ー、と、初項が1で、えー、公費が1マイナス P の等、まあ、比級数という形になります。ですから、これは、えー、ともうちょっと向こうに行くのをやめて、ここに書いてしまいますと、1マイナス P の K マイナス1乗をかける P、それに1から1マイナス P という公費を引いて、で、これで OK ですね。で、そうすると、 これで分母のところは p になるはずですから、これとこれとはあのお互いに打ち消し合いますので1の、1- の p の k-1 乗というのがえっと答えとしてま出てきます。まあこういった話です。よろしいでしょうか。まあこの辺はそんなに難しいくはないと思いますが、大丈夫ですね。わかりにくかったら説明しますけど大丈夫でしょうか。 はい、まあこれがですねえとベルノイ型から始まって二項型の確率変数に来てでそれで幾何学型に来てというようなあのタイプのまあ議論です。で離散型の確率変数でもう一つですね大事なものがあります。でそれがポアッソン型の確率変数と呼ばれているものです。でポアッソンに関しましてはこれはちょっとですね えー、込み入った話が、えー、ありますものすごく重要なえー、っとモデルなのですが若干込み入ったことになります であのまあ、別に、えー、と脅しているわけではないのですが、えーまあ、パーソン型の、えー、お話を今からいたします。であのまあ、コミュニティはいますけどこれ結構、えー、楽しんでいただける、えー、ものだろうというふうに思いますが、えーとパ,ーソンえー、パーソン型の、えー、とランダムバリーブルといいますのは これはこんな形です。やはりこれは飛び飛びの値を取るのですけれども、えー、実際にはですね、ゼロ一二三そういうふうな筆、えー、ない整、えー、数の値を取ります。で、しかもちょっと形がですね、あの複雑に見えますので。 気をつけていただけたらと思いますが覚える必要はありませんこの形を覚える必要はありませんえーこ、こういう、えー、形ですつまり x が i を取る確率というのはこれエクスポネンシャルマイナスラムダで後ろについているのは i のファクトリアル分のラムダの i 乗というようなものです こんな類の,ものがありますでこれ覚える必要がないと言ったのは例えばまああまり試験の話は皆さん聞きたくないでしょうけど端的な話ポアソン型の確率変数を議論するときは必ず問題にこれを書いておきますからこんなものを覚え,て覚えてきてくださいというようなことは一切要求しませんのでそれはもう安心しておいてください。 で今からちょっとお話をしようとしていますのはここでですねあの見て頂ければわ分かりのようにここに書いたものは、えー、PMF ですよね当然今こういうふうに書くこともできますつまり X が取り得る値を明記しておいて P 小文字の p を使っても書いておくこともできますが、別にそんなのはえっと大事ではないので、x が i という値を取るその確率はこれでかけるこれが pmf の表現です。で、そうしますとここでですね、あらゆる値を考えて pmf の値を全部足し合わせると1になるというのをこれで確かめることができるはずですと。 でそれを、まああのえー、と今実際にここで確かめておきましょう。でただし今やろうとするのはちょっとあの何ページか、えー、戻っていただきますとあの実はこの形はですね41ページにすでに出てきてるんですね。で意図的に前回この話をしませんでしたけれども今ですね、えー、こういう形を、えー 見ていいただきますと41ページの問いの問ですでこれを、えー、と使ってももちろん、えー、と大丈夫なのですけどもどちらでやってもよろしいのですが例えば41ページの方でやってみましょうか。41ページの方はですねこういうやり方をしていました。X が i である確率これが。 何か、えー、と c という、えー、コンスタント定数とそれから i のファクトリアルラムダの i 情とかけるとこれ c を求めようとこういう、えー、と話だったんですねでこの問いの位置の時は、えー、とこの PMF の話の直後にこの問いの位置を用意していましたのでこれを使う練習問題として問いの位置っていうのは実は用意していましたでそれを具体的にこれやってみましょうとで今これからやろうとしているのはこの式で推移を求めるとこれがエクスポーネンシャルマイナスラムダになるというそういうふうな証明の仕方をしてみようというふうに思っています であのまず今からお話ししますとこれ見てくださいね。でこれを全ての i つまり0からインフィニティまで全部足し合わせるとでこれが1になるはずです。でそれはこういう形になりますね。 これですでここで具体的にこれを計算してみるとこれはどういうふうになるのかっていうのは、えー、と具体的に見てみましょうか。これ見ただけでこれがエクスポーネンーシャルラムダになるというのはわかりますかわかんない サーメーションの記号などでこういうふうに、えー、と割にコンパクトに書かれると,、えー、と何を見ているのかっていうのは、えー、パッと頭に浮かばないことがあるのですがこれ皆さんがよ非常によく知っている式になりますやってみましょうかと。で i を0からやってみましょう。でそうすると0のファクトリアルこれは1ですよね。それでラムダの0乗というのこれ1ですね。そうすると i が一のとき、えー、失礼0のときは これは1という値になりますよろしいねではその次 i を1にしましょうとそうすると、えっと、1分のラムダということになりますで i を2にしますとそうするとこれは2の解乗分のラムダの2乗が出てきますでこれがずっと続いていくわけですこんなふうに続いていきます それで1分のラムだとこれはさすがにこんなふうな普通は書かない。でこれはこう書いてるはずだと。でこういうふうにするとこれ何の式かこれよく見た式でしょえっと見覚えがあると思う人いますよね当然。えっと今手を挙げろとは言わないけど知ってますね見たことありますね。 であのお久しぶりですという形かもしれませんがこれはエクスポーネンシャルのラムダですこれは、えー、知らないとは言わせないと,というふうに多分解析学の、えー、と担当教員は言うでしょう私は別にそ,そこまで言いませんけどあのこれ指数関数のべき級数展開ですご存知ですねで、まあ、こういうふうに、えー、と出てきます で、従って、この、えー、とここの部分ですね、ここの部分がエクスポーネンーシャルラムダで、まあ、これであるから、結局、今このアンダーライン引いたところはこういうことです。c かけるエクスポーネンーシャルラムダが1だと。で、従って、c はエクスポーネンーシャルマイナスラムダであると。 あこれも、えー、とお分かりだと思いますけどあ、あんまりここまでやると非常に失礼な形になるかもしれないけど、えーとですね、エクスポネンシャの、えー、とマイナスラムダとエクスポネンシャのラ,ラムダをかけてると。でこれが、えー、とエクスポネンシャのロになりますので、これが1だという意味ですよね。あのこれ、指数法則を使っていただくとこうなりますよね。まあ、これを、えー、と念頭に置いて、えー <coughs> すぐにこれ出てくると思いますけれどもあもちろんあれですよ、えー、と c イコールエクスポーネンシャルのラムダ分の1と 1> これやっていただければこれは当たり前のようにこれは出てきますけれどもまあどういうふうなやり方でももちろん構いませんけどまあこういうふうな、えー、とことが出てまいりますさてそ,そこで、えー、と実際に、まあ、我,我々がこの議論しようとしている、まあポアッソンの、えー、議論に関しては これからが面白いところです。で、まあここまではまあ前座のようなところですね。で、一体ポアソンというのは何者なんぞかというのがあのこれからのテーマです。で、今までのあのベルヌイがあって、で二項型があって、でというふうに進んできてましたけど、そういうふうなものとこれは 一見似でも実際にはですねものすごく大きな関係があります。でどういうことかというとパーソン型ランダムバリアブルは例えば n がものすごく大きいで p が小さい。 でただし、N は大きくて、えー、と P は小さいんだけども N と P を掛、えー、け合わせると、まあ、適当な適度な大きさになるような二、えー、項型。 ランダムバリューの近似まあ金時金時系である。こういうことになります。で、ここでですね、ポアソン型の確率変数と二項型の確率変数の関係が出てくるわけですが、で、それをどういうふうに考えようかというふうにあの今から説明します。 この二項型の確率変数これを例えば、x、としますで x がですねえと今どういうモデルで書かれているのかというとこっからにしましょうか x が i で言ってますね二項型の確率変数というのは x が i である確率は n 個の中から 愛という愛子の場所を取り出すのに何通りあるのかというのと、例えば p の愛情と一枚の p の n- 愛情と、まあこういうような形でしたね。つまり n 回投げるんですけれども、n 回のうちの、えー、と愛回が表であって、で残りの n- 愛回が裏裏が出ると。でその中で表が出る確率というの p はものすごく小さい。 ただし、えー、と数万回ぐらいの、えーまあ、数千回、数万回ぐらいの、えー、と回数だけそのコインを投げるといったようなところを想像していただければよいと。で実際にこの時に、まあ、これが二項、えー、型の確率変数ですねでこれ。情報の人だったらお分かりになると思いますが。この n 個の中から I 個を取り出すこの個数は一体いくつかこれ計算せよと言われるのが n が大きかったらとんでもない。あの計算ね。面倒な話になるとこれはお分かりですよね n。n かける n-1 かける n-2 かける。なんとかっていうのがず,ず,ずっとつながっていってで、それをまたええと分母のところにですね。今言ったのが分子で分母のところにもまたそのえ大きな数の積が。 出てくるわけですね。こういうふうなものは普通は計算したくないと。で、こんなえの n が大きいようなものをこんな式で計算するのはとてもとてもやりたくないと。で、そうなってくるとこれを別の方法で計算できないのかっていうのが当然出てきます。そこで先ほどお話をしたように n が大きいけれども p が小さいためにえっと n かける p にするとほどほどの大きさになるラムダというのが出てくると。 n×p がダというこの一定であるとこの制約を使って考えてみましょうと。でそうすると,、えー、とこれこっちに書いておきますね。この制約を使って n と p は自由には変われませんよと。でこれはかけたものはいつも一定であるというような形でなりますからねということで、えー、実際にあの p をの方を消去してしまいます。 <で>これを考えてみましょうと。でそうすると、まあ、この式はですねあ、まずそれを消去したところを書きますね。ここは変わりません。で、P の代わりに、P の代わりに、<laughs> N 分の、えー、とラムダというものに置き換えます。で、そうすると、ここは N 分のラムダの愛情。えーと でここは、えー、と1ピ p の n ス i 乗なんですがこれもですね、えー、と少し工夫をします。えーと1 n、分のラムダこれで1、p、ですよねその、n、乗をここに書いておきますでそれを 1−n 分のラムダの i 乗で割るという形にします。そうするとこれれ見ていただければ 1ス n 分のラムダの n ス i 乗というのがこういう形になっているというのはお分かりでしょうと。でなんでこういうふうにするのかというとここでですね我々がやろうとしているのは N を無限大に飛ばすとその時にどういうふうな式になるのかそれを見たいわけです。でそうするとこの n ス i 乗のこのところで n を無限大に飛ばすということを考えるよりは n 乗の部分と i 乗の部分に分けておいた方が すごくくいいことが出てくるなぜか、もうしばらく待っていただければ、それすぐ分かります。ここまでよろしいね。で、ここでその次いきますよ。で、えー、とこれを、コンビネーションを元の式で書きましょうと。で、そうすると、これは n のファクトリアル、i のファクトリアルで、n、n-i のファクトリアルというのが出てきます。で、その次にここは、 n の愛情というのが出てきますね。でこちらはえっとラムダの愛情になります。でただし意図的にここの部分は変えません。これのえっとそれから1枚の数 n 分のラムダのまあ一応仮の形でこういう,ふうにしておきます。でこれを見ていただくとえー、っと実際にこの中でですね。 えっと簡単にできる簡単にできるところが出てきます。で、これをご覧いただきますと、n のファクトリアルを n マイナス i のファクトリアルで割ってるということは、これやりますとね、n かける n マイナス1かける点々点で n マイナス i プラス1でこれがなくなると、こうなりますよね。よろしいでしょ。 でそうするとですね、これえっ、ー、とここから数えてここまで一体何個掛け算があるのかというと実は <laughs> i 個掛け算があります。それはえっ、ー、とこれはご覧いただきますと n-0 ですね n-1 ですねこれは n-1- i カッコつけると n- カッコ 1- i ですねこれは えーと I、番目でこれは0番目となるとこれは、えー、と個数1個目2個目っていうふうに数えてくるとここは I 個目になりますでそこでですねご覧いただきますとこの n の愛情というのがありますでこの n を1個ずつこの、えー、と n を i 個掛け合わせてますから n を1個ずつキャンセルすることができますこれをキャンセルしてこれを、えー、とここがですね n がずっと。 掛け合わされている形になりますでこれを一つキャンセルしていくとでこれをキャンセルという,うにしていきますとここの部分の n というのとここの部分の n というのが大事なところは全部消えていってしまいますそうするとその状況で、えー、とやるということはちょうどここは1 n 分の i 1というような形に見えるわけです。で n をどんどん大きくしていくということは結局はこの部分 これは1に近づきます。n を無限大に飛ばすと今赤で囲ったところは1に近づいていってしまいます。これはあのよろしいかと思います。で、後で見ておいてください。も,もう一回自分で確認していただければと思います。そうすると i のファクトリアルというのとラムダの i 乗というのが、えー、ここで <laughs> 出てきます。これでポアソンののの目標の、えー、ものが えーと1部分出てきましたでその次です。1マイナス n 分のラムダの、えー、とこれは n 乗ですね。でこれは1マイナス n 分のラムダの i 乗ですね。でここでですね、n を、えー、と無限大に飛ばしてみてください。でそうすると、n 分のラムダっていうのは、えー、これ、n がどん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 大きくなっていきますので、結局、一ほとんど1と変わらないわけです、ここの部分は。よろしいね でそういうことからこの分母の部分ここはえと1に近づきます n を無限大に飛ばした時は。であとここだけです。でこれを見ると非常に困るなと皆さん思うと思います。つまりここのの分母はものすごくっとんど1ですよねところがこのべきのところがどん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 大きくなっていくわけです。 でこの非常に、えー、と分かりにくい部分が出てくるとでここの部分はどうやって扱うのかということなのですがここに関しては皆さんは実はすでに重要な性質を知ってるはずなんですこれも解析学の知識で <laughs> えとお覚えておられると思いますがプラスというのがあります。で これは、えー、とどこだったっけあの ?46 ページ見ていただければいいんです。で、1 H 分の1という形にしています。これで、H をですね、0に近づける。その時に、これどうなるのかというと、これは E になる。で、これを我々知ってるわけですね。 で今のものとどういうふうに関係するのかっていうのは、えー、すぐに分かると思いますが、えー、と我々のところはですね1なんかで,すねで向こうは H は小さいものですけどもこの N 分のラムダっていうのもこれは非常に小さいものです。でそう,いう考えると実は我々が議論しているのは1ス h の、えー、と H 分の1という形になっています。でこれとこれの対応関係はっていうと。 ここの h の代わりにそれをマイナス h で置き換えてしまいますとここの h の代わりにこれがマイナス h になるんですね。マイナス、h、分の1でこれがえとどうなるのかというお話になります。で実はこれを考えていただきますとよろしいのですがえっ、ー、と これがですねやはり E になるんですね。で我々が議論しようとしているのは実はこれのないやつです。こののマイナスのないやつですですから結局は1マイナス H これから出てくるのは我々が使いたいのは1マイナス H これを H 分の1にするとこれはポンこの この e の -1 これになっていくとというお話です。で、これをどういうふうに使うのかというところなのですが、どうしましょうか？ちょっとだけ延長していいですか？で、これはこれですね。で、ここのもうこの分、母のところをちょっともう簡単なために省略しましょう。で、ここの部分ですが、実はですね。1。マイナス n 分の、えー、とラムダってなってますが、これとこれの形が合ってないのでこういうやり方にします。 でこれの代わりに、えー、とこれを逆の形にラムダ分の n という形にしておいてこれのラムダ状にするとこういう操作を、えー、といたします。そうすると今お話をしたようにこれ 1−h の形でそれでここがですね h 分の1の形になったこれが e のス1に近づくというお話をしました。 でこれが n を無限大に飛ばすとまさにこの h を0に飛ばすというところが、えーとまあ、出てきます。でこれが結局はどういうふうになるかというと i のファクトリアルのラムダの i 乗でこの中身が e のマイナス1でそれに外からべき、えー、が出てきますのでここの部分が結局がえっ、ー、と x ボーネーションマイナスラムダになると、これ指数法則で大丈夫ですね。まあこんなふうな形で、実はあのえーと二項型の確率変数とポアソン型の確率変数がえーとつながっているというお話です。 ちょっとあの込み入ってるように思われるかもしれませんがこれはの解析学との,あのまあ接続する部分として非常に面白いところだと思いますのでまあ後でもう一回復習してみていただけるとまあよろしいかと思います。じゃあちょっとあのえ時間を超過しましたがえと休憩をしましょうと。先ほどの時間はあの離散型の確率変数のお話をいたしましたが今回はえとこの時間はですね えっ、ーえー、と連続型の確率変数のお話をしたいと思います。で、連続型の確率変数というのは一体どうやって定義するのかということなんですけれども、これは えとちょっと <laughs> 理算型のようにあ,のあまりダイレクトなものにはなっていませんでこんなふうな形です <laughs> その <laughs> 確率変数が A と B の間の値を取る確率というのをもし計算したいでそういう時に <laughs> 何か f x という関数があってこれは負にはならない関数なんですけどもで負にはならない関数を a から b まで積分すればこれが出てくるとこの確率が出てくるとこういった性質を持っているものをこの連続型の確率変数という言い方をいたします。でこのイメージはですねこの f x というのが ふにはならない。これ皮膚なんですね。で、しかも、えー、と我々の、えー、議論し,しているものはこの確率変数というのは、えー、と実数の値を取るものというふうに考えています。で、実数というのはつまり プラスス無無限限大大とマイナス無限大の値を取るわけですねでこれは x がマイナス無限大よりも大きくてプラス無限大よりも小さい、まあ、こういうのは記号で <laughs> 書いておりますけれどもこれは <laughs> えとどんな実数でも満足する性質のはずです。でそうすると x がですねこの条件を満足するというのは常に満足している したがってこれは当然1でなければならないと,という意味をになりますで。そうするとこの fx の意味がですね少し、えーとまあ、イメージが見えてくると思いますが、えーとまあ、いくつかの、えーあのーまあ、いくつかのというよりはいくつもの、えー、図が書けるはずですけども典型的なものはこんなものですね。これ fx のグラフ。 ですそれであのこちらの方にどん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 いきますとこれはもう限りなく、えー、<laughs> 水平軸に近づいてきますけどもで結局言いたいのはこの a と b というのをこのプラス無限大、えー、マイナス無限大からプラス無限大まで積分した形つまりこれはマイナス無限大からプラス無限大まで f を積分すると1になると。 この性質をこれをまあここに書いてあることはこのタイプのものでいうとこういうことになります。でしかも f は先ほど申し上げたとおり皮膚であると。でそうすると f は水平軸よりも上の方にグラフが書かれるはずでこれの全体の面積これを計算するとこれは面積が。 1> 1であるこういったようなあの、えー、と性質を持っている F x が我々のの、えー、考察の対象になりますでこういうふうなものには必ずしもこんなものばかりではなくてこのあるところから、えー、と右半分だけ、えー、と議論になっていてここの部分の面積が1であると。 こういった類の Fx というのも実は間もなく登場します。でここで議論している Fx のことをこれは我々は確率密度関数という言い方をします。でいちいちこれだけで、ね、えっ、ー、と 六、えー、文字ですね六文字も漢字を書いているのはちょっと、えー、大変なので PDF という表現でこれからは書いていきますで、この PDF というのは、えー、Probability Density Function、えー、その資料の方に書いてありますけど、えー、Probability Density Function のそれぞれの単語の、えー、と頭の部分を取ってきてで PDF というふうにまあ呼ぶということになります ですからまあこれから皆さん議論の中で常に頭に描いていただきたいのはこの PDF っていうのが全域で積分すると常に1になるものこれを想定してくださいと,ということですね。でさてそれでもともとのここの部分に戻って議論いたしましょうと。でそうしますと例えばですねこういうふうな あのグラフを持ってきたときにまあこんなふうな形を持っている PDF があったとしますね。これが FX ですねでそれでこのごく一部分のところだけを取り出して考えてみましょう。例えばここが A だとします。で A に非常に近いところ。 を a プラス h というふうに取ったといたします。で、この h というのはこれすごく小さい。ですから、まあこれ拡大してと a と a プラス h をずいぶん離れたところに書いていますけど、これあの頭の中のイメージとしては a に非常に近いところに a プラス h を置いているというふうにまあ想像していただければよろしいと思います。で、そうしますと、えー、と先ほどのこの議論からこの 確率変数がですね a よりは大きいけれども a+h プラスよりは小さいせいぜい等しいとこういうふうに、えー、狭い間の値を取る確率というのを計算しようと思うとこれは fx を a から a+h プラスまで、えー、と積分するという形になりますよねこれよろしいよね。 それでこれは A と A+H プラスが非常に近ければ近似的には f a かける h とすることができるこれもよろしいでしょうねでこれはですねこういうふうに見ていただければよろしいこの A のところと A プラス H のところを考えていますで、本当は X が A と A プラス H の間の間に入るこの値の範囲の中に X の値が本当の値があるという確率はこの今黄色で囲ったこの面積を計算すればよいですよろしいですね今ここに書いたのはこういうふうな面積を えこの計算すればこれがえっと A と A+H の間の値を X が取るという確率として計算することができます。でそこでですねもし H が非常に小さい値であるつまり A と A+H が非常に近いとするとこのえっと ここの曲線と、それからこの直線それからここの直線の部分ですねで囲まれた部分の面積はこれで禁じできるんじゃないでしょうかと赤で書いた部分で禁じできるんじゃないでしょうかという話です。でちなみにここの値は FA ですつまりこの高さが FA ですで幅が H ですね ここの部分が、h、ですですからこの赤で書いた面積が Fa×h です。こういう話です。よろしいでしょうかだからこれがですねあの、えー、といイメージです。例えばこの h をものすごく小さいものだと思ってください。そうすると x が a の近くの値をとる確率大体 a の 値を取っている確率というのはこの FA と FA を見ればどのぐらいその値を取る可能性があるのかというのを見ることができるつまり、えー、と言い方を変えるとこの A の近くの値を取る確率よりもここに B というのがあったとすると B の近くの値を取る確率の方が高い分かりますねこれ、えーと 今これと同じように b の近くというのを b と b+h というこの幅の中の面積を計算すればそれがえと x がその b という値の近くの値を取る確率が表現できていますので当然この密度関数のこの高さが高い分だけこちらの方の確率の方が大きいはずですね。 ですから x は a を取る可能性よりも b を取る可能性の方が大きいというふうに言うことはもちろんできます。これはよろしいね。今かなり荒っぽい言い方をしましたけど a の値を取る可能性よりも b の値を取る可能性の方が、えー、と x に関してはこちらの方が取りやすい可能確率が大きいのでこちらの方の値が取りやすを取りやすいこれに比べるとこちらの方が取りやすいこれよろしいね。 でところがこれからまた,えまた、えっと、ちょっとお話をいたしますけどこれをもう一つですこれと同時にこれを考えてみましょうと。では、X、が、A、の値を取る確率はいくらかって言われるとこれいくらであるか分かりますかこれはどんな、A、持ってきても常にゼロです。ですから、えー、さっきちょっとぼやっとした言い方をしましたね。 X が A の大体 A の近辺の値を取る確率はというような言い方をしてますけれどもこれイグザクトに A の値を取る確率はって言われたら絶対にゼロしかないんですこれは非常に奇妙に見えるかもしれませんがこれはですね A の値そのものしか許さないって言われるとそのものだけしか取らない確率はいくらかって言われるとゼロです。 では B の値を取る確率はいくらかって言われると B その値しか許さないって言われるとそれも B を取る確率はって言われるとゼロになります。でこれはどこにそのえと理由があるかというのはこの x イコール A というものを別の形で表現するとこれはこういうことです。X、は A 以上で A 以下であると。書くことができますね。 でこれは、えー、と不等号の時、えー、思い出していただくとこれは不等号ついているけれども、えー、とイコールの部分当然、えー、とこの厳密な不等号あるいは等号のいずれか一方が成り立つ。でこちらも、えー、と不等号厳密な不等号ま,または等号のいずれか一方が成り立つ。ですからこれは全部等号が成り立つというケースを、えー、と当然含んでいますので x=a というのとこの表現は全然矛盾していません。 でもしこれでかけるということになりますとこれは f x を a から a まで積分するという形になります。で当然これはゼロです。でこれが x=a イコール a というその値そのものしか許さないと言われるとどんな場合であってもどんな a を取ってきてもこの辺の値を取ってこられてもこの山の高いところを取ってこられても えーと全部ゼロになりますこれがあの連続型の確率変数の,あの、えー、ちょっと奇妙に見える特徴です。であの理算型の方でしたら PMF がもしこんな風に書かれていたとするとこれが PMF のグラフだとすると X はどの値を取りやすいんですかって言われると、まあ、このさまざまな値を取り,取,り取りますけども この値よりはこの値の方が取りやすいですとあるいはこの値よりはこの値の方が取りやすいですこういうような言い方をすることはできます。PMF ではねで同じように連続型の確率変数であっても例えばこれが密度関数だとすると,えと PDF そうすると X が取り得る値が横軸に取られていて。 そののの、えー、取るる値の可能性といいうを縦軸を当然表しているはずですですからこの値と、えー、この値を比べてみるとこの a という値あるいは b という値を取ると a イグザクトと言われない限りこの辺の値を取る可能性つまり、まあ、大体 a の値を取るちょっと a イグザクトじゃなくて a++ プラススマイナス例えば0.01。 とかそういうふうな値であったら、まあ、A と同等だと見なしましょうと。で B+−0.01 これも大体いい B だと見なしましょうという言い方をするとその値を、えー、と取る可能性というのはこの、えー、PDF でどの値、えー、どのような高さを持っているのかを見ればこちらの方が可能性は高いというのはすぐ分かると。ですから今言ったようにこのえっ、ー、と 高さはやはりこの確率変数がこの取りやすさどれぐらいあるのかを表現してはいますけれども決して1点だけに限定して議論しようとはしないでくださいとほんの少しでも B と同等であるというものを許していただければこのここの面積あるいはこの面積というふうに これ今意図的に幅を持たしていますけどこの幅を持たしたこの赤で塗られたこの面積が、えー、と A を取る値 A の近くの値を取る確率で B の近くの値を取る確率ということになりますので確率としては0ではないものが出てきます。だけど A の値イグザクトにこれしか私は興味がないというふうに言われるとどんな A を持ってこられてもそれは確率は0ですと。 いうふうにまあ冷たく言っていただければそれで良いとというお話。これがあのまあ連続型の確率変数の話です。でそうしますとえっ、ー、と大事なのは結局面積を計算して面積がえっ、ー、とそのえっ、ー、と面積あの、えー、確率を表すつまり先ほどから言っておりますように a プラスえ例、ー、えばあのえっ、ー、と0.01という a プラス a から A プラスまでを大体 a だ A と見出しましまょうとでそうするとその中に x が来ればまあ a という値を取ったものと見出しますでそれはどのぐらいの確率で起こるんでしょうかと言われるとこの確率で起こりますと、まあ、こういうふうに言うことができますね。でそうしますとここで見ていただきたいのはこの面積が確率なんです。でそうしますとこの PDF の値そのものは確率ではないということに気が付いてほしいわけわかりますねですから PDF というふうに言っていますけどこれは実はこれをひとまとめにして確率だと見てください。FX、だけ見たらこれは確率ではないこれは単にグラフの高さしか表してないで横幅を与えておかないと面積というのは出てこないと。 ですからこの面積っていうのはこのここに f というのがあったとするとまあこれが x ですねまあこのグラフがあったとすると横に dx というのを考えておいてこの面積としてこれが確率になりますと。だから密度関数の値かける x に許された幅。 をかかけけたものがが FX DX るこれが確率になりますですから FX そのものは確率ではないというところをあの、まあ、よくよくこれを我々としては認識しておく必要があります。よろしいですかあの初めて、えー、と連続型の確率変数に,変数にまあ接した時はですねその辺少しあの分かりにくいなと思われることがあるかもしれませんが。 えっと結局はですねこの積分を見たときに根本的な話になりますけれどもこの積分の記号を見たときに f x を積分するという,ようなあの考え方というのは一体どういうことなのかというと f x に dx をかけたそれで出てくる面積を単にインテグラルというのは足し算をしているというだけですですからこのえっと見たときに f x をインテグラルという,ような操作をやるってんじゃなくて f x かける dx を足しているというふうに思って、えー、この積分というのを解釈していただいた方が、えー、とわかりやすいはずです。だから積分の解釈はちょっとそういうふうな意味で今まで皆さんがあの解析学の一、えー、と二かな一か二か二か,かそのあたりで習っていたものとちょっと、えー、と違うものの見方をしていただいた方が良いかもしれません。でさてそれで実際にですね、えー、とこの どんな A を持ってきても、えー、と x イコール a であるような確率はゼロだということが分かったとすると、えー、面白いことが出てきます。もともと我々はこれであの x が A あのなんて言いますかね、えー、あっちかな a ら b までこの。 分したこういう,うな形でやってきましたけども実はこの値は何に等しいかというとこれにも等しい。いいですね。これは、X、は、A、であるということは許さないだけで、A、よりも大きいで b 以下であるというケースですけどもこのケースとこのケースの違いは X イコール A というケースを許していないか許しているかというだけの違いです。 でところがですねこちらの方が一般的にはあの値は、えー、と範囲が広い分だけ大きいのですけれどもどの分だけ大きくなるかというと x イコール a という確率の分だけ大きいところが x イコール a というになる確率というのはゼロでしかないだから結局はこれとこれは同じ値であるとで同じようにこれとこれも同じ値を取りますあ失礼 これも同じですこれを B を許しているケースこっちは B を許していないケースですからこれも、えー、と全く <coughs> 同じことですねで今度は <coughs> 先ほどとちょっと違うんですけど A の方は統合は許すけども B の方は統合は許さないとこのケースも、えー、とこれと値は同じですそうするとここに書いた4つは全部、えー、と値が同じだということになりますで 同じような議論をしますとこういうことも出てきます。x が A 以下であるという確率と x が A 未満であるという確率は全く同じであるということになります。でそこでですね分布関数先週の分布関数の話を思い出し,思い出していただきますとこの部分 x が A 以下であるような確率。 ここれのことを分布関数では、FA、と書きましたで。こちらの方は何と書いたでしょうかと、x、は a を、えー、と許しませんと x は a より小さい a 未満であるという確率を計算したければこれは f a ゼ0つまり、えー、と a よりもほんの少し左側のところの,、えー、あの分布関数の値を読んでくださいと。 とといいううようなことを申しし上げていましたで離散型の場合でしたら当然この値とこの値は違いますところが今話をしたことからお分かりのように連続型の場合は実はこれが等しいですよねこれとこれが等しいんですから当然これとこれも等しいわけですでもと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 ですねえっ、ー、と F F のの A A ととそれからプラスゼロいうのは等しかったんですねこれは前回お話をしたときに分布関数が階段上でどんどん上の方に上がっていくという話である点の右側からずっと極限値を求めてきた場合と左側から極限値を求めてきた場合が食い違っているという話はしました。 で右側からずっと極限値を求めてきたとこはその関数の値定義されているものと極限値が一致しますそれがこの、えー、式でしたつまり前の、えー、と回にお話をした言葉で言うとこれは右連続だと。分布関数は右連続であると <laughs> こういう言い方をしていました。 で上の式これは何でしょうかとこの fa がですね f の a ゼ0と等しいということは実はこれそうしますとどういうことが出てくるかというと連続型の確率変数に関しては fa と f の a ゼ0は等しい。 一方 FA と F の A プラスゼロもこれも等しいしたがって F の A マイナスゼロと F の A プラスゼロは等しいつまりこれは何を言ってるかというと F は連続関数であるということが出てきますつまり右連続かつ左連続なのでこれは実はあ、この赤は見えないんですね こういうふうな、えー、と Fx は、えー、と連続関数であると,というあの、えー、と性質が出てきます。これがですね、あの今までの理算型の確率変数の議論とは全く違うところです。で、こういうのはあの分布関数が連続関数であるという性質を持っている、これが、まあ、連続型の確率変数の、えーまあ、特徴というふうに、まあ、考えていただいてよろしいかと思います。ですから、もはや えと分布関数はですね連続型の確率変数に関しては階段型にはならないと非常に滑らかなものになってきますで実際にそれを具体的にあの例えばとやってみましょうとでこれからちょっとしばらくそれもえと調べていくことになりますが例えばですねまあ問いの1あまりこれやらなくてもいいかもしれませんが。 えと問いのうちで,ですねあのまあ密度関数、これがまあこういうふうなあの形で書かれるものだというふうにいたしましょう。 で実際にこの形はですねこんなふうなものですね、えー、と横軸を考えていただきますと0と1の間だけ、えー、ほとんどあのここだけしか意味がありません。でそこでこのあのい,いわゆる上にのあの, 2, の,あの2次関数が出てきます。で これが fx のグラフですねでこれに対してあの密度関数を、えー、分布関数を計算していただきますと分布関数は、えー、っとあそうだ1つ分布関数の計算のところまだお話をしていないのがありました分布関数というのは、えー、っとこれでしたねでこれは x x が x 以下であるという確率でしたでそうしますとこれはマイナス無限大から x までで f を、えーとまあ、ここちょっと変数を変えておきますで密度関数をマイナス無限大から x まで積分していただければ、えー、とあの分布関数が出てきますでちなみにもう一つポイントはこの 分布関数と密度関数の関係はもし密度関数が最初に与えられておればこれを使って分布関数を計算することができます。でそうしますとこの積分を考えていただきますと,、えー、とここが1だとするとそうすると2分の1のところでグラフの形状が変わっていきます。 で具体的にこれを、えー、と積分していただければよろしいのですけどもここがこういう形に来てそれで,で2分の1のところであの変極点が現れてきてこんなか形になりますそれであとはずっと1が続くとまあこれが、えー、fx の形になりますでこれをご覧いただいても、えー、実際に計算してみていただければよろしいかと思いますが、まあ、解析学の、えー、簡単なエグザンプルの、まあ、計算ですね。そうするとこの,、えーとえーまあ、この分布関数が連続であるつまり滑らかな関数が出てくるというのは。 確認していただくことができると思います。で、ちなみにここ二分の一だとすると、これ縦軸にここを書いておきますと、当然これは一を超えるということは絶対にありませんし、その一はこの値のところですでに到達します。で、この偏極点のところは二分の一という高さを持っています。ですから二分の一二分の一というところで、あのまあ偏極点がえっと現れてきます。 それで先ほどの話ですがここをこういうふうにいたしました。でこれは密度関数が与えられたら分布関数はこれで計算することができます。でそうするとこれ微分と積分の基本的な間の性質を見ていただきますと実はこの両辺をですねそれぞれ、X、で微分したらどうなるんでしょうかというのは気になりますね。 で左辺を微分するというのはこの仮説で書けますが右辺を微分したら x で微分したらどうなるでしょうかというとこれは当然ご存知の通り f というのが出てきます。この積分でこの上積分の上限のところに x が現れてきますけどこれで微分してしまえば f がそのまま出てきますね。でこれはどういうふうに計算するかというと。 いやどういうふうに使うかというと分布関数が与えられていたならばそれを微分すれば密度関数が出てくるとこういう関係ですだからどちらかが一方が与えられておれば他方は簡単に計算することができるというのがこの2つの式からご覧いただけると思いますま。この辺はえとよろしししいででょうかもしもですね この辺り不安がある人がいたとすると微分と積分の基本的な関係のところを復習してみていただければあっという間に分かるはずです。それではその次にですね実際にどんなタイプの連続型の確率変数があるのかというのを お話をしたいと思います。えー、と一つ目はですね一応分布と呼ばれているものです。これの密度関数を、えー、と書いてしまえばあの非常にすぐわかると思いますがこのえと f x をですね、えー、とこういう形にします。 つまりこれは、えー、と密度関数の絵を描くとこんな形になります。ここに A ここに B っていうのがあったとします。でそうしますとこの A と B のところの,あの端点は除いておりますけれどこんなふうなグラフが出てくるこれが b ス a 分の1という値です。 でこれが、FX、のグラフですでそうすると、えー、さっきあの議論してきたのを思い出していただきますと密度関数のこの、えー、と y 軸方向の高さの高ければ高いところの方が、えー、とその値を、X、は取りやすい低いところに比べて高い方が取りやすいそうするとこれをご覧いただきますと、X、はですね a よりも小さい領域あるいは b よりも 大きい領域では密度関そのあつまり x が a よりも小さな値を取る可能性はないとで b よりも大きな値を取る可能性もないというのがすぐ分かりますが a と b の間のどの辺りをこの x は実際には取るんだろうかと言われるとこの、えー、と a と b の間では密度関数の値が一定です全く同じです。そうすると 例えばこの辺の値を取りやすいんでしょうかこの辺の値を取りやすいんでしょうかあるいはこの中間あたりが取りやすいんでしょうかと言われても全く分かりませんとしか答えようがないつまり A と B の間のどののの間ど値を AX が取取るるかとというはは全く予想することはできません取りやすいようなものがあればなんかその辺の値を取りやすいんでしょうと言いたいんで、まあ、言うこともできるでしょうが A と, B の間の、えー、っとこの。 密度関数の値がフラットである限り、この x が a と b の間でどこを取りやすい、どこを取りにくいということは一切言うことができない。これを a と b の間で全くランダムに値を取るという言い方をすることができます。ですから x がランダム a から b までの間でランダムな値を取るというふうに我々があの日本語で喋ったとすると、その時の頭に描いていただく密度関数は これを描いていてただく必要がありますこれ約束です。だからランダムというような言い方をえと使う時はこれを念頭に置いてうまく使ってください。<Okay. S 1> さてそれでまあこういうふうになりますとですねえと先ほどお話をしたこの密度関数が与えられたら分布関数がどうやって計算できるのかっていうのはこれを積分すればいいわけですね。 で具体的にこの積分、えー、としてみましょうということになるんですがこれはをあの、えー、と答えはすぐ分かってしまいますよねグラフで書いてしまえばすぐ分かってしまいます。これをずっとこちらの方からですね積分していくわけですねつまりこの形で積分していきますとこの fx のグラフというのはこんなふうになるはずです。<laughs> A のところまでは全く ここ A ですねでここ B ですね。A のところまではずっとあの0が続いてきます。それと B よりも大きいところでは、えー、と当然、えー、と分布関数の値は1という値を取るはずです。ですからここは1という値を取っているはずです。でそうすると0を取ってきたところと1を取ってきたところは どんなふうにこれ結ばれるのかっていうことなんですが実はこれ、えー、と定数を積分するって形になりますので出てくるものは x の一次関数にしかならないですね。でそうしますとその1次関数でつなぐとこういう形でつながれるというのがお分かりだろうと思います。そうしますとこの、f、これが f x です。 そうするとです、ね、fx の,あの、まあ、関数形というのはどんなふうになるのかというと、もし x が、えー、と a 以下であれば、えー、この形になりますと。で、x があの、えー、とどっちにしますかね。 B 以上になりますと,、えー、とこれは1という値を取りますとそれでその間のところは、えー、とこの1次関数になるはずです。でこれをどういうふうになるのかというとこれの傾きはすぐ分かりますね。えっ、ー、と a から b まで行って上に1上がるわけですから b a 分の1という傾きを持っているはずです。 こういうふうになってますね。それでどの点を通るんですかっていうと、えっ、ー、と x が a のときにゼロになるようなそういう性質を持っています。ですからこれは x マイナス a とこういうふうにかけるはずですこれがあの、えー、この部分のあの式です。これよろしいよね。別に積分なんかしなくたってこれでえっ、ー、と分かってしまうんですね。こんな形になります。 これよろしいでしょうか？まあ、こんな風にして考えていただければよろしいということです。それでまあここに書いておきましたけど、まあこれ今お話ししたのが問いの2の答えです。で、一応分布っていうのは次に書いてますけどもまあ、確率変数がどのような範囲の値を取るか全く分かっていないと。で、まあそれ以上の知識はえー、っとあ失礼。どのような。 のの値を取れれるるか分かっってていんんだけどそれ以上の値をあの情報は,我々は持っていませんつまりどの辺の値を取りやすいのかということは、えー、と我々の情報にはないとで非常にもうランダムに <laughs> この、えー、と値があの、まあ、選ばれてしまうというそういうようなことしか我々には分かりませんという時にこの一応分布のモデルが使われます。でこれは、えーとまあ、情報の人,人たちだとするとあのこれ何て言うんでしょうかね えっと <laughs> モンテカローシミュレーションをやったりする時にこの一応分布の、えー、に従うようよな確れはまあとでまたいろんなところであのそのまあ乱数を発生させたりする時の話として、まあ、あのまた思い出していただければその時に勉強してください。さてそれでちょっとですねこの48ページのえーっと問いの4っていうのがこれ非常に重要なえーっと問題ですのでそれを説明しておきますね。 ちょっとこれ邪魔ですからもう消しますよ。もうい,いらないよね。でここでえっと皆さんにちょっとあの知っておいていただきたいのはこういう考え方です。今 x がこれはえっと ab 上の 一応分布に従うこの表現もあの覚えておいて頂いければと思いますがこの一応分布 AB 上の一応分布つまりこういうふうな、えー、と密度関数を持っている確率変数という言い方をするときは AB 上の一応分布に従う確率変数、まあこういうふうな言い方をしているのがまあ普通です。 でまあ x がこういった類の密度関数を持ちますつまり a から b までの間のどこの値を取りやすいのかっていうのは全くえ我々にはえまあ分かりませんと。a、b の間の値を取ることは分かってるけどどこの値が取りやすいのかっていうのは分かっていませんそういったときに y としてえーっと b a 分の x-a これを考えてくださいと。これの分布関数、あ分布関数は前お話をしましたね、CDF、Cumulative Distribution Function で、PDF、密度関数、Probability Density Function、これを求めてくださいと。これはどんなものでしょうかという話です。 で見ていただきたいポイントは、えーとまあ、2つぐらいですかね。X、に対してあの我々は何,か何らかの情報を持っていますその情報を使ってその、X、で定義される別の確率変数の情報はどうやって手に入れ,ば入れることができるかっていうのを見ていただきたいでその中で、えー、分布関数 密度関数は具体的にどうやって求めていくのかこれをちょっと皆さん見ていただきたいと思います。さてそれでこの y を今えと調べていきたいわけですね。それで y のえとそうですね基本的には分布関数を求めてからそれを微分してえと密度関数を求めるこういうやり方でやってください。 でそのやり方がですね、まあ、どれほど、まあ、合理的なものなのかっていうのを今から <laughs> 見て頂ければよろしいと思いますで Y の、えー、っと分布関数を G で書くことにしましょうと X は F で書いてたので Y は違う文字で書いておいた方がいいと思って、まあ、G, G としましょうと GY というふうに書くのは、えー、これはですね Y が スモール y 以下である確率。これは基本的ですよね。あの分布関数の定義は常にこういう,うな形でしてやっています。それでこの y をえっと実は我々は b マイナス a 分の x マイナス a で定義しています。ですからこのえっと条件が満足されるということは x で書けばどういうことなのかというのがえっとわかわかるわけです。 b ス a 分の x ス a が small y 以下であるというふうに言い換えることができます。でそうしますとこれはですねもう少し x について分かりやすい表現をすると x は結局どの値よりも小さいんでしょうかということになるわけですがこれは b ス a る y プラス a それ以下であると。 いうことが、えっ、ー、とこれを書き直した結果として出てきます。で、そうしますとこれでですね、えっ、ー、と x に対する分布関数の情報を我々持ってますので、えー、計算することができるわけですよ。よろしいよね。で、まあ分布関数そのものを計算するというよりは、実は我々今密度関数をベースにした方がよろしいので、そこを、えー、ここに書いてみますね。a から b までの間で えと今一応分布に従っているというのを今 x だというふうに考えているわけです。でそうするとその x の密度関数を書きますと先ほどから書いているようにこういう形になります。でこの値が b ス a 分の1だということですね。でさてそれでこの今ここで。 黄色でアンダーラインを引いたものを計算してみましょうと。でこれは密度関数を使えばマイナス無限大から b マイナス a y+a で fxdx になります。これよろしいね これうっかりこ,こをですね b ス a 分の1なんてするととんでもないことになりますよ。よろしいですかでなぜ fx にしたのかというのはよくよくこれから先を見て頂ければよろしいと思います。ここで実は場合分けが起こってしまうで一つ目マイナス無限大から b ス a る y プラス a まで積分するわけですよ。fx をね。 でその時にこの積分されれるこの関数はこれですそのマイナス無限大からどこまで積分するのかっていうことなんですがこの b a y a というのが A より左だったらどうしますかということです。でそれをまず考えてみましょうつまり b a y a が A えとどっちにしますかねイコール入れますかね。<coughs> A 以下であるのとき、すなわち、これ、言い換えをすれば、すなわち、これをご覧いただきますと、えっと、ちょっと待ってね、あ、そうですね、Y、失礼。Y が0以下のとき、まあ、これ、括弧にしておきましょうか、すなわち、Y が0以下のとき。 ということと同じことなんですがこれは GY は0ですわかりますねこの F x をマイナス無限大から、えー、例えばここです今考えているのは、えー、この B マイナス AY プラス A というのはここにありますマイナス無限大からここまでずっと fx を積分してくださいと言っているんですけどこの間 fx は <laughs> 0ですしたがって gy は、えー、と明らかに0だっていうのはすぐに分かると思いますよろしいね大丈夫ですねこれ <laughs> そうするとえっとこれは分布関数ですで3つの関数は <laughs> って言われるとこれはこの g を y で微分すればよろしいわけですからゼロを微分しているだけなのでこれはえっとゼロです <laughs> これもよろしいね今えっとこのプライムで書いてしまいましたけど大丈夫ですねでその次 このえっと積分の上限がですね、b a、つまり b かける y a というのが a よりも大きいだけど b よりも小さいこれはすなわち,なわち y が0と1の間の時のことになります。 そうするとこの gy というのはどうなるかというとこれはですね今度は今のこの値がですね積分の上限値がどこかここに来るわけですそうしますと積分して計算してほしいという今の面積はこの部分です今ハッチングをつけたところこれがえっと 計算されるべき面積です。すなわちこれをかけますと、えー、と A から B マイナス A、y プラス A までという領域で B マイナス A 分の1というのを、えー、と積分すればよろしいということになります。よろしいですね。 でそうしますと、えー、これはえー、っと b−a 分のそれでこのこれからこれを引いたものしか出てきませんので b−ay こういう形になってきます。でそうするとこれはえー、っと y というのが出てきます。いいですね。そうするとえー、っとこの密度関数。 分布関数を、y、微分すればよろしいので y を y で微分しますのでこれは1っていうのが出てきます。よろしいでしょうか。で最後、えー、と3番目。 今度は b ス a y+a プラスというのは b 以上であると。で、すなわち、えと、y はですね、1よりも大きい。このときはどうなるのかというと、これは gy は計算しなくたって1だというのはお分かりでしょうと。 どうしてかというと今この積分区間がですね先ほどとは違って B よりももっとこっちに来てていいますすそうすると今計算してほしほのはここですここですから B よりも大きいとこはもう新たにですね、えー、と付け替わる部分がありませんのでこの密度関数の部分全部のこの面積がいくらかというのを計算するのと全く同じことですから。 これは当然1になってしかるべきであるとでそうしますと,、えー、と密度関数はこれを微分すればよろしいわけなのでこれは0になりますと。で結局この3つに分かれました。でそうするとどういうふうな密度関数が y の密度関数として出てきたんでしょうかというと y が0以下の時ときと えーと0と1の間の時と1以上の間のところで分かれるということが分かりました。で、えー、y が0以下のところはずっと0っていうのが続いていると。で、0と1の間のところではですね、まあこういうふうに全く同じ値が続くと。ただし、これが1であると。この値が1であると。それで、 えー、あこれ,こ,れここですね、えー、GY が1だって書いてありますねそれで1よりも大きな領域になってくるとまた0に戻ってしまうとこんな、えー、類のものですでこれが、えー、GY のグラフということになりますよろしいでしょうか <laughs> 今やったのは <laughs> えっとそのまあ一応分布を例にとってのお話ではありますけれどもこの 何か元になるもの確率変数に対しての我々が情報を何か持っているとつまり密度関数を持っているのか分布関数を持っているのかいずれかの情報を持っているとしましょうとそうするとその x を使って別の確率変数を定義したときにその新たな別の確率変数の確率的な情報すなわち分布関数あるいは密度関数を簡単に求めることができるというのがここに示したやり方です。 で基本的には、えー、と新たに Y というのがあったとすると Y の分布関数を求めようととすすると基本はこれから出発していただきますでそうすると Y を、えー、と x でどうやって定義しているのかっていうことで置き換えていきますと x の情報に、えー、と直すとこれを計算していることと同じことであるというのが分かったらあとは我々,が我々が手元に持っている x についての情報を使ってそれをあのコツコツと 計算していけばよろしいといとう話ですそれで分布関数と密度関数の間にはお互いに片方を分布関数を求めようと思ったら密度関数を積分すればよろしいし密度関数を求めようと思ったら分布関数を微分すればよいというような性質があるのでそれをうまく使って頂ければよろしいというようなお話で片付けていくことができるという話でした。 まあこれ非常に重要なのでこの辺りはきちんと理解しておいていただきたいというふうに思っています。でさてそれでその次で2つ目の連続型の確率変数の話ですが指数分布というものを扱ってみることが我々は多い。 で指数分布はですねあの今皆さん確率論を勉強しておられますけども、えー、っとゆくゆくその確率がですね時間とともにどういうふうに移り変わっていくのかっていうことを議論する時には確率過程というのを考えることがあります。 ですから例えば確率変数が時間の関数であると。ということは x があの、えー、と t というこの、えーとまあ、時間のパラメータを持っていると。でこういうふうなものを考えていく時にですね、えー、と出てくるものの中にマルコフ仮定といったような話が出てまいりますけどもこれは例えばシステムがですね故障している状態があったとするとでそれ一生懸命修理をすると。 そそうすると,あの、えー、といつかその修理が終わって正常状態に戻ると。で,正常でずっとさあの、えー、動いているうちにですね、またどっかで故障してしまってまたこっちに戻ってくるとでまた修理が始まるとまたこっちへ戻ってくると、まあ、こういう時に修理の時間はどれぐらい時間がかかるんでしょうかとあるいはその、えー、と動いている、まあ、う,うまく作動している時間はどういうふうなものなんでしょうかというような議論する時に 出てくる典型的なものが指数分布ですで、まあ、こういうのは将来皆さん確率過程を勉強される、えー、ときに大変お世話になるものが、えー、と今からお話をする指数分布なんですがこれはですねちょっと変わった性質を持っています。 でそれを今日お話をしようと思っていますがこのまず密度関数の形としてはまあこんなふうな形を、えー、っと思い浮かべてください。でこれはですね、えー、とエクスポあのラムダかけるエクスポネンシャルマイナスラムダ X。 といいううようなタイプで持ってあの、まあ、書かれています、まあ、これも、えー、と何度も言っていますけどこういうのは関数形は覚える必要はありませんのでこれはまあ与えられたものとしてまあ議論してあのこれから先の議論していただければよいと。でこの、えー、とグラフの形はですねこんなふうになるというのはだいたい想像できますよね。ここゼロです。でここは、えー、と x で <laughs> そうしますと,、えー、とこんなふうな形になってきます。それで こちらの負の領域はずっとこの密度関数は0というのがありますけども0のところでこれが0ですからラムダという値を取ってるだからここはちょっと極端ですけどここにラムダという値が出てきます。それでこの部分を全域で積分していただきますとこれが1になるとまあそういった類の形になっています。 この密度関数をベースにして、えー、と分布関数を求めるという話が出てくるのですがこれは今はもうあの計算簡単にあのできてしまいますのでもうこれ答えだけ書いてしまいましょう。でこの fx これ分布関数といたしますつまり、えー、と x は small x 以下であるとでそうしますとこれは <laughs> まああの すぐにお分かりだと思いますが実際には0から x まで、えー、っともう分かりやすいところだけあちょっと待ってくださいね、まあんまりずるいことをしないでこれを書いておきましょうか。 これになるのですが実際に問題になるのは x がポジティブのところでしか我々は問題にしませんので0から x までラムダエクスポネーションシャマイナスラムダ x dx これを計算するということになりますでこれは、えー、とここで私がやってみ,るみ見せるまでもなく皆さん1年生の時にも、えー、と完璧にできておられるはずので1マイナスエクスポネーションシャマイナスラムダ x っていうのが答えとして出てくるというのは すすぐででできるでしょうと <laughs> まあこれはえと簡単な問題ですねそれでポイントはですね今からお話をしようとしているのはこの指数分布はですねどんな奇妙な性質を持っているのかということをお話をしたいと。で結論を言ってしまいますとこの指数分布にはですね大きな特徴があります。 これは記憶がない、記憶がないというふうにまあ言われるあの性質があります。これは英語で言うとメモリーレスプロパティという言い方をまあよくしています。で、まあそういうようなところなのですけれども。 でそれはどういうようなものなのかということをあの、まあ、端的にお話をしようとすると例えばです、ね、今ここに、えー、と飛行機がありますと機体がありますとで新品の <laughs> 機体を導入してから、えー、と10年間、えー、と全然あの事故も何もなしトラブル何もなしに、えー、と飛んできた飛行機があります一生懸命あっあのあの例えば、えー、と羽田と <laughs> 大阪を行ったり来たりしていると。 でまあ、国際線よりも国内線のがあがダメージが大きいので,で、まあえー、と何回も何回も行ったり来たりしているとそれで10年間、えー、と使われてきましたとで10年後ちょうど10年経った時にその飛行機を点検しましたとどこも故障がありませんと,ということが分かった時点で,です、ね、これは新品同様だと見なしましょうと,ということで買ったばっかりの飛行機ですというふうに考えていただいて結構ですというふうに言うのが指数分布。 の特徴になります、えー、と言ってる意味は、えー、航空機の寿命これ、X、で表したとします。で、X、が指数分布だとするとに従うとすると。 その時にえっ、ー、とえっ、ー、と使用開始後10年経った時にえっ、ー、とえっ、ー、とそれまだ正常であると その時点で新品同様だと見なす。 こういう性質があります非常に奇妙でしょ10年間使ってきたんですよ10年間使ってきたんだけど10年経った時に、えー、全然問題ありませんっていうことがわかったらこれも全く新しい新品の機体であるという風うにして、えー、と考えていただいて結構です10年間使ってきたという記録は全部消していただいて結構ですと要するにその記憶がなくなってしまうわけですで、その 何年間使ってきたかというふうな履歴,は履歴の情報は全部忘れ去られ,忘れ,去られるとそれがあの、えー、と指数分布のあ忘れ去ってもよいと、えー、それそれ同じことですがでそういうのうな性質として、えー、出てきますでんでそういうことになるのかっていうのを、えーとまあ、あのお話をしようというふうに思っていたわけですでそうしますとですね例えば今航空機の寿命が x だというふうにします でそのええ、えっと、時刻 t で,でその、まあ、システムがですね生きているというのはどういう,う表現で書くことができるかというと寿命というのは、えー、ゼロから始まって、えー、時刻ゼロから計測していって例えばもし寿命あるシステムが壊れたというのは例えば えー、10年後に壊れたということはその寿命は10年間持たたなかったという意味ですところが10年経った時にまだ生きてるということはその寿命の値はですね今考えたその10年経ったところでまだ、X、の方がまだ大きいこれがその10年経った時に生きてるという意味ですね。でだからそういうことで、えーの X、がですね、えー、時刻いや失礼。 システムが時刻、t、で生きているということは X は T よりも大きいといとう意味ですでその時刻 t で、えー、と生きている確率はいくらだろうかということを考えようとするとこれは、えー、と1から x が t 以下であるという確率を引けばよいと。ということはこれはですね、えー、ここに書いてあるのがこれが分布関数ですね。 これが1マイナスの後ろに来てるこの部分なんですよ。これは分布関数なんですね。で分布関数を1から引いたものがえっとまだ生きてる確率。ですからこの1マイナスエクスポーネンシャルマイナスラムダ x というのを1から引いたら何が出てくるかというとこれが出てくるんですね。ラムダこういうことです。ですから <laughs> もしじゅ、えー、と寿命がですね指数分布に従うのシステムがあったとするとそのシステムが時刻 t で生きている確率はいくらかって言われるとイクスポーネンシャルマイナスラムダ t ですとこういうことを言うことができますそれでそうしますとですね今ここをえっ、ー、と新たに rt と書いたとしましょうで rt を えこう書くんですこれ時刻 t でシステムが生きてる確率すなわちそのシステムの信頼度、まあ、あの信頼性とかまあ信頼度どちらでも構いませんけど、えー、そういうような言葉で呼ばれるものが出てきますそうしますとこの指数関数のえと性質をご覧いただきますと r の t プラス s というのは実は r の t かける r の s であると。 というのが出てきますつまり何をやったのかというと,、えー、とマイナスラムダの t プラス s というのはエクスポネンシャルマイナスラムダの t、e、るエクスポネンシャルマイナスラムダ s である <laughs> これを、えー、と念頭において、えー、この上の式が出てきていますこれ、まあ、か過去に括っておきましょうねでそうしますとこの式から何が出てくるのかというとこういう式が 出てくるわけですこんなものが出てきますで、結局これをですねごく普通の確率で書くと寿命が t+s よりも長いというものを、えー、と寿命が t よりも大きいというもので割ると,、えー、と寿命が s よりも大きいというこの確率が出てくると、まあ、これはごく当たり前の話ですところで左辺これは一体何になるんでしょうか これはですね実はなりますなぜこれがこれに等しいかというのはあ、えー、と後で皆さんちょっと確認してみてください。でちょっとだけ注意をしておかないとこれとこれが等しいというのはなかなか気が付かないかもしれませんが。 ここで大事なのは t も s も全てポジティブです。でそういうことを <laughs> 思い出していただきますと,、えー、とこの <laughs> ここの部分がこの条件付き確率で書けるというのがお分かりいただけると思います。でこれでありますと。でそうしますとですねこの式から何が分かるかというと x が t プラス s で x が t というのが実は x が s よりも大きいこれにえっと全く同じものが出てきます。で、そうするとこれ見てみましょうね。えっ、ー、と今まですでにえっと十年間使っています。t を十年間だと思ってください。十年間使ってきて大丈夫だったものがあります。で、それがこのえっ、ー、と一時間。 S, S を1時間としてください10年プラス1時間後にどのぐらいの確率で生きているでしょうか今まで10年間使ってきたものがあと1時間その機能をちゃんと保つことができる確率これが左辺ですそれはこれできたばっかりの真っさらの機体ですそれが1時間できて動き始めてから1時間と動く確率と 全く変わりりまませんとということです分かりますかねだからもしこれ10年だったらあんま,、えー、まり面白くないとすると,、えー、と普通飛行機だったら30年も使いませんよね30年飛ばしたりすることないでそれをまあ50年で考えましょうかで50年使ってきた飛行機があったとしてあと1時間、えー、とそのまっとうに動く、まあ、事故もなく飛ぶ確率は まっさらのできたばっかりの新型の機体がです、ね、あと1時間飛ぶ確率と全く等しいこれ相当くたびれてるはずですよ50年も、まあ、20年30年と。でそのくたびれてるということが全く記録に残らないというふうなあの奇妙な性質が出てきます。これが指数分布ですですからこの指数分布というのは非常にですね、えー、とあるものに対してはあの、えー、変な モデルになってしまいまいすが実は電子的な部品などに関しては指数分布は非常にうまく使うことができるというようなことも実は知られています。と実は知られています。でさらに先ほどお話をした確率過程の議論になったりするとそのシステムがですね壊れたり動いたり壊れたり動いたりその修理をしたりまた動かしているうちにまた壊れたりというのを繰り返して いくあのそのプロセスを実はマルコフ過程というふうに呼んでいるんですけどマルコフ過程である時刻に、えー、そのシステムが動いている確率はいくらかというのをあの計算しようとするとその紙と鉛筆だけであの式をきれいに書くことができるのは実はマルコフ過程なんですね。でそれは、えー、と修理にかかる時間も、えー、と指数分布に従ってるし、えーえーまあ、システムの寿命も指数分布に従ってる。 ここういうい場合にには非常に美しく計算することが例えで、それ以外のその指数分布の過程が崩れてしまうとですねもはや大抵の場合は計算機を使わないと手に負えないと紙と鉛筆で解析することはできないと,といった類のものが出てくるので非常に指数分布としては数学に興味のある人はこれほどきれいな体型はないとですから非常に大きな意味を持っています。 まあそういうようなところでちょっと指数分布の特徴があるということをちょっとお話をいたしました。で今日ちょっとあのそこから先のえと話はできませんでしたが今の指数分布の話をやっておきましたので問いの六もえと来週までにえと宿題でえとやっておいて頂いければと思います。でまあ残った正規分布のところはあのまた別あのえと簡単に次回。 ちょっと冒頭にお話をするということにさせていただきます、えー、と今日私が用意したのはここまでですが、えー、と何かご質問ありますかもしなければ終わりますがよろしいでしょうか後であの質問に来ていただいても結構ですじゃあ終わりましょうか